第616条第594条第1項の規定は賃貸借について準用する。民法第594条第1項は、借主は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、そのものの使用及び収益をしなければならないという使用貸借の規定ですが、賃貸借にもそのまま適用されます。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。